いらっしゃい、山内圭介です。 K チャンネルへようこそ。デビューしてから20年、この節目の時期にですね、エピソードトークとして発売してきた楽曲を一曲ずつね振り返っていこう、そんなことで始まったこのコーナーでございますが、もう早いものでね、唇スカーレットにやってまいりました。発売したのが今から3年前ですかね。唇スカーレット残暑、そして今年の新曲になりますから、まあ、丸2年が過ぎたんですね。忘れられないのは紅白歌合戦では、僕のねこの顔のお面をかぶった20人のダンサーの方たちが踊ってくださいましてね、どこに僕がいるかわからないっていうような、そういうふうな光景でしたけれども、唇スカーレットという作品ならではだったなって。でね、この歌の発売した時は、まあ、一番歌を歌ってた回数が多いんじゃないかなっていうのはね、夢だった47都道府県のコンサートをね、このスカーレットの年に始まったんですね。3月の中野サンプラザを皮切りに、そして11月の滋賀県の守山という場所で、まあ、ファイナルを迎えたんですけど、その間には北海道にはね2週間ほどお邪魔して、道内ツアーで、そしてもちろん東北も、もう四国も九州も北陸も、もう全てですから、沖縄まで行ったんですよ。唇スカーレット山内圭介という印象は、媒体だけではなくて、そのコンサートっていうもので言えばね、すごく残すことができたんじゃないかなってイメージをね。その47都道府県町々に種をね植えることができたんですよね。でちょうどね、今2年か経って3年目に入る時に徐々にこう花開いてくる時じゃないかなってね、僕は思ってるんですが、そういう意味でもね、47都道府県3月から8月まで回ってる時には、それはもう楽しい時もあればね、いやーちょっとしんどいなって思う時もあるわけですよ。もうそんな時でもね、この歌の楽曲の力っていうのが、その派手だしね、抱きしめていたいんだってこう華やかじゃないですか。だからこうしんどくてもね、歌ってるとね、気持ちが前向きになってくる。痛いんだってこうなってきますんで、これがたとえ嘘でもっていう風にね刻んでいく、まあ、それまでに愛が信じられないなら、その昔は恋する街角と山内圭介の僕の柱で言えばね、王道の演歌歌謡曲があれば、あとリズム歌謡とのがあって、本当あと時代物とかね、でこういうリズム歌謡の中ではね、やはりね詩が大人なんですよね。大人の色気をこの歌で自分も放出しながらね歌ってきた。もうガンガン歌ってましたからね。この歌で僕のことを覚えてくださった方多いんじゃないかなってね思いますよね。ちょうどねその時期にね、 NHK の連続テレビ小説ではスカーレットっていうねドラマが始まって、もうその前にこの歌決まってましたから、そのサラサ冬の嵐の年末に新聞見たら、うわスカーレットって、唇スカーレットぴったりだなと思って呼んでもらえるかと思ったら、うんともすんともなかったですか。もうそれも忘れられないですね。でまあ振りもつけてもらって、こう抱きしめていたいんだって、唇スカーレットとかやってないと忘れるもんなんですよ。唇スカーレットってこういうふうにこう指差しもしてね、君にあげるからって感じで、コンサート、そしてディナーショーでもこの歌はね、非常にね、色が歌ってる歌だけにね、スカーレットっていうのは赤は朱色なんですよね。ガラッと変えてくれるっていうか、もう照明も間違いなく赤だし、バーって感じでね、それで47都道府県回りながらね歌ってきて、そしてフォーラムで、国際フォーラムで忘れもしない、やったんですよね。大舞台で24人編成で歌いましたよ。大楽団をバックに気合入れてね、最後君にあげるからってこう下にこうね、ひざまずいてこう歌うっていうシーンがあったんですよね。気合入れてね、パッと下がったらね、こんな感じになっちゃう、ひっくり返って、もうあれはね、みんなも体験したらわかるけどね、ああいう時にね、穴があったら入りたい、穴があったら入れてくれと、もうあんなにね思ったことはないです今まで。
それ恥ずかしい経験もいっぱいありますけど、なんであんな5000人の前でね、今まで全然そんな尻もちながついてきたことなかったのに、あんなことになってしまったんだろう。まあびっくりしました。一番本人がびっくりしてるんですもん。でもね、あの時にね、自分でも自分を褒めてあげたいんですよね。頭を切り替えてね、すいません、もう一回やらせてくれ、そしてもう一回上に上がって、そしてあれよーくね DVD 見てもらうと分かるんですけど、フォーラムのね、僕が急遽上にバーッと上がって、まあ僕だけはやりたい気持ちになってるんですけど、やっぱ照明とか美術さんが追いついてないんですよ。よーく見てもらうとね、抱きしめて言ってる時にまだ下がってきてますから、こうやって普通は歌い終わったら上がるんですよね。あれびっくりですよ。よーくご覧くださいませ。ちゃんとこう下がってますから、まあ、その辺がね臨場感があってね、まあ、よかったかなって。でその後の流れはね、どうしてもねフォーラムもう5000人も入ると思うとね固くなるもんでございます。でもおかげさまでね、尻もちついてからのまあ流れのいいこと、まあ、最初から尻もちついたらよかったんだなこうターンする時もね、やっぱり気をつけて未だにやってますもん。もしかしたらターンしてステージ落ちちゃうんじゃないかとか、まあ、ステージってね危険がつきものなんですよ。後ろにはねミュージシャンの方がいらっしゃるし、でただでさえ暗いところなんで、ステージから落ちちゃったりしても大変なんでね、そういうところも十二分に気をつけて、ああいうことがあるから失敗は成功のもとだなってね、よく言ったもんだなって思いましたね。この歌はね大先輩の五木先輩がカバーしてくださって、ですからそういう意味でもねこの歌は持ってるんですよね。すごいです。そんなね楽曲でございました。歌っていただければと思います。死ぬ虫だけには気をつけてね。以上、唇スカーレットでした。引き続きチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。ありがとうございました。この K チャンネルに登録のほどよろしくお願いいたします。